ははいいこんにちはなりわでございます、えー、今日はとってもいいお天気なんですけれど昨日はあの実は雨の中あの、ね、お足元の悪いところねあのわざわざ私にあの取材をしてくださった方がいらっしゃいまして、えー、その方は、えー、インターネットの方の情報サイトでじい、えー、ちゃんばあちゃん .com という、えー サイトを応援していらっしゃる編集者の方でございまして。えー、それで、えー、そこでは、あの、六十歳以上の高齢系の方が。あの、いろんな分野で活躍をされているということの特集をされている記事が、あの、載っております。えー、中にね、えー、すごい方がいらっしゃいまして。八十二歳でしたでしょう。八十歳以上なんですけれど、おばあちゃまが、あの、ツイッターの。 実はそ,、ねえー、そのツイッターで大活躍されている方とかさまざまな方がその中でご紹介をされておりましてえまあの今ねあの世の中高齢化社会となってきておりますけれどもあのですが皆さんそうは言っても最近の高齢者の方はねあの結構お若い方が多いですよね。えー、なののでその まあ、あのそんなお年になってもあの頑張っていらっしゃる方々あの意外なあの頑張りを見せていらっしゃる方をあのインタビューをして、えー、そ,のそちらのサイトの方にあのご紹介をされているようでございます。でそんな中にあの私が でまあ、71歳で <laughs> 頑張っているということでね取材をしていただきましてその中であの私がいろいろ質問を受けましたことを記事にしてくださるそうでございます。それで、えー、昨日ね撮影もあの されましてえー、その写真もそちらの方で載ると思いますので、えー、まだあの予定はですね、あのー、2週間くらい先になるんですが決まりましたらまた、あのー、私の方から動画でお知らせをしたいと思います。で、あのー、今回はそちらのサイトのちちゃんばあちゃん .com という、あのー、サイトの方をあの概要欄の方にね貼り付けておりますきますのでますので。えー 皆様、お若い方も是非あの、ね、年齢のいってらっしゃる方があのこんな風に頑張っているというとても興味深いものがありますので、えー、若いあの私と同年代の方やそしてこれからねあの会社を定年退職をしてそして、えー これから先どのように過ごそうかとかいろいろ考えていらっしゃる方は是非こちらの記事をね見てあの自分も、えー、頑張ろうかなというあの気持ちになられるんではないでしょうか。私も見させてていただきましてあの とても、ね、参考になりましたしあの元気づけられましたので、えー、皆様是非あのご覧になってくださいませ。で私の記事が、あのー、載りますのが先ほども申し上げましたが2週間ほど先になりますので、えー、その時はまたねこちらの動画の方でご案内をしたいと思います。ではあの本日はなりわでございました。では本日もですね <laughs> では。